はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日はですね、1月の25日ですね、土曜日でございます。ただいまね、こちら東京ディズニーシーにいるということでね、今から早速こちら東京ディズニーシー一周ぐらいとね回っていきたいと思います。ちなみにですね、昨日ね18時半閉園ということで、めちゃくちゃ空いてましたね。昨日のね動画ね見ていただいた方わかると思うんですけど、もう超空いてましたね。びっくりしましたね。だけどね、1日経ってね、今日土曜日なんですが、めちゃんこ混んでます、ね、もうちなみにね、もう朝からずっとねアプリ見てたんですけれども、もうほんと仰天です。もう完璧にね閑散期終了だなっていうぐらいのね、もうすんごい混んでました。ちなみにソアリンもですね、もう普通にね250分ぐらい行ってましたからね、もう4時間待ちですよ。めちゃんこ混んでます。で、他のアトラクションもね超混んでまして、タワーオブテラーもね200分行ってましたしね。で、まあトイストーリーマニアもねもう200分近く行ってましたから、もう本当にね全部のアトラクションが激混みでした、今日は。ということで、今からねその状態の東京ディズニーシー一周回っていきたいと思います。やっぱりね、もうここに来るまでね、もうたくさんのね中国人の方にすれ違いましたね。もう今ね春節っていうね、中国の方ではですね休みの時期なんですよね。なのですんごいねたくさんのね中国人の方でたくさん来ておりますので、やっぱその分ね混んじゃってるっていう感じですかね。はい、でジョマジの予想的にもね、昨日ぐらいから閑散期終了かなっていう予想はしてたので、まあジョマジ的にはね、まあこのぐらい混むのはね、まあ予想通りかなっていう感じはするんですけれどもね。はい、まあ、とりあえず一緒回っていきましょうかね。本当すごいですからね、今日めっちゃ混んでますから。はい、でいきますね。はい、今7時半ですが、もうすでにねアクアスフィアがめっちゃ混んでますね。やっぱね中国人とね、あと学生かな、学生がめちゃくちゃいますね。まだまだこのミラコ通りのあたりも結構混んでますね。いや、ズミックもだいぶ混んできましたよね。やっぱ3月25日で終わりですからね。それにしてもやっぱマスクつけてる方多いですね。やっぱこれはあれですね、コロナウイルスの影響ですね、完全に。ズミックです。もう座り目がねずっと後ろまで行ってます。この辺まで行ってますよ。すごいっすね。トッポの立ち見でもめちゃくちゃ遠いですよ。カフェポルトフィーノがもう外まで列できてます。いやー、完全にもう閑散期終了って感じですね。昨日ととはね、もう本当に天と地の差ですね。昨日ガラガラだったのに。今7時50分です。ソアリンね、もうねラインカットしてますね。あと2時間あるのに、っていうことは120分以上待ちってことです。ちなみにね、一応10分ぐらい前まではねまだアプリで見れたんですけども、140分待ちでしたね。未だにやっぱ今日はもう完璧に混んでます。もうすごいですよね。ちなみにね、お昼ね240分待ちまで行ってましたからね、今日ね。4時間待ちですよ、4時間待ち。もう完全に閑散期終了です。8時ですが、まだまだソアリンの列が向こうまで行ってますね。すごいね、ラインカットしたばっかりだからすごい人。めっちゃ混んでます。センターオブディアースジャーニーですね。ちなみに昨日25分でしたからね、最高でもね70分待ちぐらいでしたけども、昨日は。今日はレベル違いますね。120分待ちです。未だに。もうそろそろラインカットされますよね。あともうちょっとで8時になるので、ね、もう今から乗ったら2時間後なんで、もう閉園時間になっちゃいますよ。すごいね、8時になっても120分ということでね。いやー、鬼ごみですね。ミステリアスアイランドも非常に混んでます。もうまともにねまっすぐ歩けない感じですね。で、ボルケーニアレストランもねもう外までね並んじゃってて入店制限してます。いや、最近ほんとすごい空いてたのでね、ちょっと体がまだ慣れてないですね。デミグラスチュロスです。結構混んでますね。多分30分ぐらいかかるんじゃないでしょうか。いやー、混んでるな。トリトンキングダムです。今日ね結構寒いのでねだいぶ混んでますね。
ラビアンコーストもぼちぼちですね、昨日よりはるかに混んでます。マジックランプシアターね、今25分待ちなんですけど、まあまあ外まで列来てますね。学生多いですね。それにしてもやっぱもうセンター試験終わったからでしょうかね。学生が多いからアトラクション混むんでしょうね。あとは遠方から来てる中国人の方が多いからですけどね。意外とね、あのショーパレとかはねそうでもないんですけどね、アトラクションはもうめちゃくちゃ混んでます。今日はもうお昼からずっと。ラクダがかわいそう。やっぱ来月ぐらいから学生が増えてくるのでね、いろいろちょっと迷惑行為が増えそうな気がします。今日のご飯はこちらでございます。カスバフードコートのですね、ピクサープレイタイム限定のスペシャルメニューでございます。でさらに詳しくはですね、あの別動画で投稿しますのでご覧ください。めっちゃ美味しそうでしょ、ほら。いやー、いいね。ではいただきます。こんなに混んでるのにシンドバッドは相変わらず空いてますね。ジャスミンのフライングカーペットはぼちぼち混んでますね。なんか15分待ちって書いてあります。昨日も言いましたけれども、今現在レイジングスピリッツはやっておりません。なので、まあ、その分インディージョンズアドベンチャーとかがね結構混むと思います。ただそれでもね、昨日は5分待ちでしたよね。ちなみに花火やりましたね今日。はい、まあ、今ね8時半ですけれども、45分待ちですね。まだまだ混んでますね。さすがインディ、レイジングスピリッツもやってないですしね。まあ、こんなもんだと思います。今ちなみにね、こちらミゲルのねおすすめセットダッフィーメニューになってますのでね、ぜひこちらもね来てみてください。これも美味しそうですね。ちょっと高いけどね。今現在ねこちらケープコットではハートウォーミングデイズというのやってますので、ぜひ来てみてください。でこの前ねジョマジがね紹介したね、ここのカモさん今日はね結構いっぱいいます。てかめちゃくちゃいますね今日も。ね、ぜひね見に来てください。このカモたちねめっちゃ可愛いですから。お、あ、なんかめっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてる。すごい、あれか、あそこの人がライトで照らしたんですね。もうね閉園まであと1時間なんですけども、未だに結構ね人数残ってますね。やっぱ土曜日っていうのもあるんでしょうね。明日が日曜日なのでね、夜までずっといようぜみたいなね、学生とかあとは観光の方がたくさんいらっしゃいます。ちなみにタワーオブテラー未だに、ね、あと50分待ちということでね、まあ、そろそろラインカットされるんじゃないかなと思うんですけども、9時の段階でねまだ50分待ちですから、やっぱ混んでますね今日はね。ちなみに今ねタートルトークのねここ柵かかってるの見えますよ、これ。ここね多分ねあのファストパス機になるんだと思います。今日ね発表されたばっかりなんですけども、タートルトークがですねなんとファストパス対応になるそうです。おそらくここにできるんではなかろうか。ここかな、どこだろう。うん、でも多分ここだと思います。はい、ということでね本日は1月の25日土曜日のですね東京ディズニーシー回ってきました。いやー非常に混んでましたね。もう昼からねずーっとめちゃんこ混んでましてね、もう本当にねアプリ見てびっくりしたぐらいです。もう昨日がねちょっとガラガラすぎたのでね、もう本当に今日はね昨日の倍ぐらい混んでたんじゃないでしょうかね。いや本当にびっくりしたぐらいの人数でした。でもねまだまだこっからだと思うんですよね。まだねマシな方だと思います。昨日からね一応春節始まったんですけど、まだ来てない方もね多いと思いますからね、ここから本当にどん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 ね混んで、でさらに2月になったらねもう学生たちがもう完全にね休みになっちゃったりですねしますから、もう本当2月はねもう閑散期もうバリ終了って感じのね日になりますからね。ぜひ皆さん来るならね本当まだマシですから、今のうちがね、まだマシなんで今のうちに来るのがいいんじゃないでしょうか。もう2月の後半、まあ、中旬からね3月にかけるとねもう本当すごいですから気をつけてくださいね。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後にね告知なんですけれども、3月の8日にですねジョマジの単独ライブがございますから、ぜひ皆さんですね単独ライブご予約をお願いいたします。もうジョマジとねいっぱいディズニーの話しましょうね皆さんね。はい、ということで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。